調布駅は東京都調布市布田4丁目にある京王電鉄の駅である。京王中央管区所属で管区庁所在駅である。駅番号は58。京王線の主要駅であり、京王線と京王相模原線の分岐駅である。京王相模原線は当駅が起点となっており、相模原線からほとんどの列車が京王線に直通をする。京王線。 調布駅付近連続立体交差事業により、2012年8月19日に、布田駅、国領駅と共に地下化され、京王線と相模原線の平面交差が解消された。地上駅舎の跡地には、駅ビル、鳥江京王調布が建設され、2017年9月29日にオープンした。これに合わせて、映画の街、調布をアピールするため、駅名標や、 案内表示が映画フィルムを模したデザインに交換された。京王電鉄の前身である京王電機軌道の開業時より存在する最も古い駅の一つである。1913年4月15日の開業時は笹塚駅調布駅間が先行して開通した。2012年8月19日、工術する京王線調布駅付近連続立体交差事業により地下化された。 地上線時代は、京王線下り列車と相模原線のり列車が平面交差していたものが、上下線が別々の階層となることで、互いに影響を与えることなく発着できるようになった。その結果、乗り換えにかかる距離と時間が大幅に短縮された。2018年2月22日現在、京王ライナー以外のすべての列車が停車する。 上下線階層別の島式ホーム2面4線を有する地下駅である。地下2階と地下3階にそれぞれ1面ずつホームがあり、改札口及び駅事務室は地下1階にある。地下下に伴い配線が変更され、上下線ともに市長府駅、京王玉川駅よりに c s a ポイントが設置された。これにより2番線から相模原線への侵入及び、 相模原線から4番線への進入も可能になり、地上駅時代では不可能だった相模原線同士の環球接続も可能となった。当駅では京王線列車と相模原線列車の接続が終日行われる。その他京王線列車同士や相模原線列車同士の環球接続も頻繁に行われる。2013年2月22日のダイヤ改定以降、 両路線が使用する線路は時間帯により変わるため特に定められていない。2015年9月25日のダイヤ改正からは平日の日中と同休日ダイヤでは主に1.3番線を相模原線の列車が2.4番線を京王線の列車が使用している。また、下り線は双方の同時発車が上り線は双方の同時到着が可能である。 平日夕方ダイヤでは、当駅を境に、列車種別を変更する列車がある。下りの区間急行高尾山口駅行きは当駅から、確定に種別変更。また、当駅発着の列車も設定されているが、引き上げ線がないため、到着後は改装される。2012年8月18日までは、島式ホーム2面4線を有する地上駅であった。このうち、 相模原線への列車は1番線、相模原線からの列車は3番線にしか発着できず、相模原線直通列車同士の環急接続は不可能であった。相模原線からの上り列車が3番線に在線している場合、京王線の上り列車は4番線へ入線していた。改札口は南口と東口は地下に、北口は地上の駅舎内にあったが、 当駅付近の連続立体交差事業の進捗に伴い2008年9月14日よりすべて仮協上駅舎場となり北口と南口を統合して中央口とした北口以外は終電を前に閉鎖されていたが2006年6月中旬からは東口が7時から北口、南口は始発時点から開きすべての改札口が終電まで開くようになったその後 東口も中央口と同様に始発から終電まで開けるようになった。東口が終電前に閉鎖されていた時は連絡通路も閉鎖されたため、上りホームと下りホームとの移動は南口と北口を結ぶ通路を経由するしかなかった。ホームからは東口に通じる階段が1カ所、中央口に通じる階段が2カ所存在し、 ホーム間の乗り換えにはいずれかの通路を使う必要があった。東口への通路と中央口を結ぶ通路はつながっていなかった。また、仮橋上駅車止を開始に伴い、各ホームにエレベーターが設置された。自動生産機は中央口にのみ設置されていた。京王線の線路が調布市内を南北に分断しており、社会、経済活動の大きな障害となっていた。 調布市によれば、当初は高架化による連続立体交差事業計画があったが、当時はまだ環境整備が十分でなく、1975年に一旦断念したという経緯があった。第6代調布市長であった吉尾克行の在任中、事業主体となる東京都や京王電鉄との協議を経て、1998年に国が京王線調布駅付近連続立体交差事業を 採択2002年2月に連続立体交差計画の地下化への都市計画変更を果たした。当駅が地上駅であった頃、京王線と相模原線は平面交差していたため、相模原線の上り列車が到着中には、京王線の下り列車を発車させることができなかったなど、長年ダイヤ設定上のネックとなっていた。また当駅を発着する1時間あたりの、 上り列車本数は平日7時台で28本、日中でも21本とた路線よりも比較的多い。東駅西側にあった調布1号踏切をはじめとする沿線の踏切は遮断機が降りている時間が長く、また朝ら主時には後続の列車が踏切場で入線待ちをするなど、いわゆる開かずの踏切状態となっていたため、慢性的な交通渋滞が発生していた。 二路線の平面交差の解消、踏切による渋滞緩和などを目的に路線の移設工事と駅舎の建て替えが行われている。2004年9月に着工し、2012年8月に地下駅の共用を開始したことは前期した。現状回復や周辺整備などの付帯工事を含め、2014年度に竣工した。当駅周辺には大規模な代替用地がないため、 地下化工事にあたっては、地上路線直下の限られたスペースで行われ、工事帯の確保に苦労を強いられた。2012年8月19日から、地下駅舎共用開始に伴い国領駅、布田駅と共に、京王電鉄及び京王線では、初となるホームドアが設置された。また地下化に合わせて、改札外から上りホームへ直通するエスカレーターが設置された。同日、 芝崎駅西調布駅、京王玉川駅間が地下線に切り替えられ、調布1号踏切を含む18箇所の踏切は廃止された。また同日より列車接近メロディとして連続テレビ小説、ゲゲゲの女房の主題歌である生き物がかりのありがとうが起用されている。地上時代には調布止まりの上り列車があり、列車は調布駅到着後に、 新宿が本線上で折り返しをしていた。一方で地下化後には東駅付近に折り返し設備は設置されておらず、上り電車の折り返しは、辻が丘駅で行うようになった。地下化直後の暫定ダイヤでは、調布終着の上り電車及び、調布始発の下り電車は、調布駅じが丘駅間を改装していた。2013年2月のダイヤ改定後に、 上り方面に設定された快速つつじが丘行は、快速の停車駅を、調布移成の各駅に変更した上で、当駅止まりであった、各駅停車の営業運転を、つつじが丘駅まで延長し、同駅で、片渡り線を使用して折り返し、下りは、つつじが丘調布間を改装した上で再び、当駅から、下り各駅停車として、営業運転を行っている。 その他大多数の列車は、新宿駅、橋本駅、京王八王子駅、高尾山口駅間を直通して運転しており、当駅発着の相模原線内の区間列車は、上りの土休日ダイヤにおける、最終列車1本のほかは、下りの早朝と深夜の数本のみである。2020年度の1日平均乗降人員は9万372人で、ある。京王電鉄の駅では、 新宿駅、渋谷駅、吉祥寺駅に次いで4番目に多く、京王電鉄単独の駅では最多となっている。近年の1日平均乗降人員及び乗車人員の推移は下表の通りである。駅前には北口、南口ともロータリーがあり、多数の路線バスが発着する。地下へ移された駅や線路の跡地では、取り京王調布が建設されたほか、 調布市が2025年度完成を目指して、ロータリー拡張など再開発を進めている。当駅には広場口南側と広場口北側のそれぞれにバスターミナルがある。南口には、京王バス、小田急バス、神奈川中央交通が乗り入れる。また、北口の停留所との重複を避けるため、南口停留場の乗り場番号は1桁となっている。 各路線の詳細は営業所記事を参照のこと。北口には、京王バス、小田急バス、東京空港交通、京成トランジットバスが乗り入れる。また、南口の停留所との重複を避けるため、北口停留所の乗り場番号は2桁となっている。調布駅前広場整備工事の進捗に合わせて、段階的に乗り場が変更されており、整備前と比較して、 乗り場の位置が異なる。かつては校舎用バス停が、ロータリー以外の路肩に存在したが、ロータリーの拡幅によりロータリー内に移動して、廃止された。各路線の詳細は営業所記事を参照のこと。吉祥寺駅業は、夜間時間帯には、吉祥寺駅中央の事業となる。ありがとうございます。